リッカルド・モントリーボ、リッカルド・モントリーボ、1985年1月18日イは、イタリア・カラバジオ出身の同国代表サッカー選手、AC ・ミラン所属。ポジションはミッドフィールダー。アタランタ BC 下部組織出身のイタリア人選手。気候的なプレースタイルから、ジャンカルロ・アントニオ・ニア、マヌエル・ルイ・コスタなどのファンタジスタと比較される。 20歳から在籍していたアッコフ・フィオレンティーナでは2010年よりキャプテンを務め、バンディエラ候補に挙げられていた。各アンダー世代のイタリア代表にも招集されており、中心選手の一人とし活躍した。2007年10月7日に所属クラブでの活躍が、認められフル代表に招集。このシーズンのセリエ A 最優秀若手賞、オスカルデルカルチョに選ばれている。 アタランタ PC の下部組織でサッカーの基礎を学ぶ。アディエビ、17歳以下が所属するカテゴリー在籍時の2002年には、ジャンパウロ・パッツィーニ、ミケーレ・カニーニらと共に、カンピオナート・アディエビ・ナツヨナーリに優勝する。また17歳時には飛び級で、プリマベーラ、主に18歳から20歳以下が所属する、カテゴリーにも所属し、当時からその才能は、注目を集めていた。 2003から04シーズンに当時セリエ B に所属していたアタランタにおいて18歳でプロデビューを果たす。41試合に出場、4得点を挙げ18歳にしながらチームの主力選手として活躍している。同シーズンを思いで終えたがセリエ A の登録クラブが20チームに増えたことでクラブはセリエ A に昇格する。昇格後2004年9月12日に行われた レッチェ戦において19歳でセリエ A デビューを達す。しかしチームは2004から2005シーズンを再開で、オエクラブはセリエ A 残留を果たせなかった。これは当時のチーム事情が原因であり、モントリーボが責任を問われることはなかった。19歳にしながら32試合出場3得点と、トップリーグデビュー1年目からレギュラーとして活躍したモントリーボの評価は高く、 彼のポテンシャルに多くのクラブが注目することになった。アタランタがセリエ B に降格したことを受け、2005年8月1日に当時若手選手主体のチーム作りに移行していたアッコフ・フィオレンティーナに移籍。保有権の一部を350万ユーロでアタランタ側が譲渡する形であった。移籍当初はレギュラーポジションをつかめず、途中交代での出場がほとんどであった。 アタランタ時代を含め代表でもサブであったことがなかったため相当戸惑ったようだが本人にとってはこの経験が成長を促すことになったと後に語っている遺跡者年度の2005から06シーズンは20試合に出場1得点を挙げるに止まった一方 U-21 イタリア代表では U-21 欧州選手権2007予選プレーオフのスペイン戦において アクロバティックなボレシュートで勝ち越しゴールを奪うなど予選チーム内得点を3得点として本大会出場に貢献した。この活躍を受けフィオレンティーナはシーズン終了後に残りの保有権を200万ユーロで買えることを決定する。2006から07シーズン途中にマルコドナデルが怪我により離脱するとそのポジションを引き継ぎクオリティの高いプレーを披露した。 守備面で成長することによって、レギュラーポジションを確固たるものにし、同タイプのファビオ・リベラーニとの同時出場を疑問視する、マスコミに対し一つの答えを提示した。2007から08シーズン開幕前には、チェーザレ・プランデッリ監督がインタビューにおいて、モントリーボをレギュラーで起用することを公言していた。シーズンが始まると、リーグ34試合、 UEFA 杯11試合に出場、出場時間数はチーム1位となり、フィオレンティーナの中心選手へと成長を果たした。リーグ前半戦こそ、好不調の波があったが、後半戦に入ると攻守に絡む、効果的なプレーで貢献。リーグ戦ではクラブを UEFA チャンピオンズリーグ出場権が得られる、リーグ4位、UEFA 杯では準決勝まで導いた。 これらの活躍から2007年10月には、セリエ A 最優秀若手賞、オスカルデルカルチョに選ばる。オフシーズン中の代表合宿や来日、オリンピックへの出場等のハードなスケジュールにより他の、チームメイトよりも調整が遅れ、2008から09、シーズンは開幕後しばらくは、低調なパフォーマンスを続た。しかしプランデリ監督からの信頼は厚く、レギュラーとして試合を重ね、 UEFA チャンピオンズリーグのデビューも飾った。冬頃には徐々に本来のプレーを取り戻していき、2008年11月22日のウディネーゼ戦では自身、セリエ A では初のドッピエッタを記録した。2点先制されてからのパフォーマンスはまさにファンタジスタと呼ぶにふさわしく一人で試合を一変させている。2009年1月17日、 24歳の誕生日の前日にサンシーロで行われたタイ AC ミラン戦では23歳にしてキャプテンマークを初めて巻いた。2009から10シーズンは開幕からレギュラーとして活躍した。2009年11月4日に行われたタイでブレッツェに VSC 戦においてチャンピオンズリーグでの初得点を記録した。2010年1月15日には フィオレンティーナでキャプテンを務めていたダリオ・ダイネッリが移籍し2月1日にはその後キャプテンに任命されたマルティン・ヨルケンセンが同じく移籍したことにもない25歳にして正式に同クラブのキャプテンとなったこのシーズンはリーグ戦36試合欧州カップ戦9試合国内カップ戦3試合と計48試合もの試合に出場したまたリーグ戦では パス数は、アンドレア・ピルロの2511本に次ぐ2143本で、リーグ2位。インターセプト数は、インテルのディフェンダーであるルシオの137回に次ぐ125回で、リーグ2位と、数字上でも、攻守で、リーグ屈指のセンターハーフとして充実したシーズンを、送った。2011から12シーズン開幕前に、契約延長を拒否し、AC ミランやインテル、 ユベントス FC、バイエルンミュンヘンといった国内外のクラブから注目を集めたが結局残留。またこのシーズンよりキャプテンの座をアレッサンドロ・ガンベリーニに譲った。2012年5月17日 AC ・ミランのマシミリアーノ・アレグリ監督がシーズン終了後にフリーでのモントリーボ獲得が内定していると明らかにした。その後ミランが公式に エース・ S、ナンシーのバカイエ・トラオレと共にモントリーボーの獲得を発表した。契約は2016年6月までとなる。2013年6月11日、対談が決定したマッシモ・アンブ・ロジーニの代役として、ミランの首相に就任した。2017から18シーズンからは、新加入のレオナルド・ボレッチに、首相の座を譲ることになった。アタランタ株組織在籍時に、 U-15、U-18 のイタリア代表に招集された。2004年からは飛び級で、U-21 イタリア代表に招集され、U-21 欧州選手権2007予選、プレーオフのスペイン戦において、アクロティックなボレーシュートで勝ち越しボールを奪うなど、予選チーム内得点を3得点として、本大会出場に貢献した。2007年夏に本戦である、 U-21 欧州選手権2007に中心選手の一人として出場しがグループリーグで敗退した。2007年10月17日の南アフリカ共和国との親善試合でフル代表デビュー。2008年にはシーズン中のクラブでの活躍からエウロ2008のイタリア代表の最終候補にチーム最年少で選出された最終的はメンバーから漏れる。また、 U-23 代表として北京オリンピックに出場。4試合全てにフル出場1得点したが、チームはベスト8で敗れメダル獲得はならなかった。2008から2009シーズンのクラブでは、好調なパフォーマンスを示したが、その一方で代表では存在感を示すことができていなかったが、マルチェロリッピは、モントリーボー、フィファコンフェデレーシンズカップ2009の 代表メンバーとして選出した。クラブでの UEFA チャンピオンズリーグなどの活躍から2010年6月2日に 2010FIFA ワールドカップの代表メンバーに選ばれた。ワールドカップでは全3試合に出場したが、イタリアは一勝もできずグループリーグで敗退した。2011年8月10日のスペインとの親善試合では代表初得点を挙げた。 エウロ2012では4試合でプレー、準決勝のドイツ戦ではバロテッリのゴールをアシストしファイナル進出に貢献した。2014FIFA ワールドカップブラジル大会のメンバー候補30人に含まれたが怪我のため本大会メンバーからは落選した。また、エウロ2016でも代表候補30人に名を連ねたが、またしても怪我のため本大会メンバーから外れた。 足裏を使った巧みなボールさばきが特徴であり、中盤でのボールキープや精度が高く基地に飛んだ長短のパスで試合にアクセントがつけられる選手である。また、フィジカルや持久力の面においても優れたプレイヤーである。ことから、ファンタジスタとしての特性とアスリートとしての資質を合わせ持つ現代的なミッドフィールダーでもある。モントリーボが2006年以降に、 セリエ A 屈指のプレイヤーと評価されるのはフリーでスペースに走り込む動き、くさびのパスやスルーパスなどを使って攻撃を縦に加速させる戦術眼など実践面でのプレイ内容が成長したことによる懸念されていた守備力もチェーザレ・プランディリ監督の指導により質だけでなく量でも貢献できるようになったアタランタ所属時は トレックアルティスタの選手として育てられてきたが、フォワード的な資質に乏しいことや、後方からのオフザボールの動きや、ドリブルで攻め上がるという本来の持ち味を出せいため、フィオレンティーナに移籍後は徐々にポジションを下げる。こういった経歴や、前述のようなプレースタイルから、アンドレア・ピルロの後継者と呼ぶ声もあった。しかし本人は、ピルロを手本としているとしながらも、 スティーブン・ジェラードやダニエル・デロッシといった、より、プレイエリアの広いオールマイティな選手を目指していると、話す。7 3 7 9 0 0 8 2 7 2 1 9 1 7 1 1 0 2 9 2 2 5 9 1 9楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。